みゆきさん、どうかしましたか？いえ、お母様、何でもありません。気にしてはなりませんよ。達也はみゆきさんのガーディアンなのですから。兄であっても達也は使用人も同然。そしてみゆきさんはその主なのです。何ですか？何でもありません。でしたらジロジロ見ないでください。不愉快です。失礼しました。やはり私はこの兄が苦手だ。兄である前にガーディアン、道具であるあの人が私に愛情を持たないのは当たり前のことで。でもあなたたちは今のところ対外的には兄と妹だから。みゆきさんには達也君がついているじゃないですか。よせ、みゆき。今、みゆきって。達也、身分をわきまえなさい。私はお兄様にどう報いればいいのだろうか。あのような出来損ないをお兄様と呼ぶのはやめなさい。私と兄の関係、兄に向ける私の心、3年前のあれから私は変わった。魔法科高校の劣等生追憶編。